はい、どうもゆうたです、本日は、富士のカートコースに来てるんですけど、ちょっとこの後あのレーシングコースで走行があるんで、その前にね、ちょっと川本さんと久しぶりに動画出てもらって、で、あのカート女子なんか今日レコード奪いに来てるらしいんで、ちょっとカート女子のケツを追っかけようかなっていう感じで、で、川本さんとバイクでもしてちょっとやっていこうと思って、普段からさっきとも走ってる女子がですね、今日リストで呼んでますので、おそらく今日2022年度の女子のカード、カートレコードを更新しに来てますから、おそれはちょっと歴史的瞬間もね我々見たいと思いますし、す、ね、我々がそれに挑んで、はい、その女子勝てるかどうかっていうその勝負を皆さんにお届けしたいと思います、はい、僕らも言ってもこれですからね、まあそうですね、うん、多くは語らないようにしていきましょうか、そこでいっぱい借りれますから借りれますので、ね、よろしくお願いしますという感じでやっていきます。カート女子の尻を追っかけろは、女子1位のタイム塗り替えてくれるそうなんで、まあ、期待ですね。期待しましょうか。38秒8が1位でしたっけ、はい、そうですやってくれると思います。ちょっと期待です。39秒に、おいいんじゃない、これ次更新できそうですかこれいっちゃうんじゃないですか、いっちゃいますかね、女子レコード、女子レコード2022年度女子レコード更新なるかこの後のタイム39秒に、38秒8でしたよね、これは期待できる、タイム更新なるか、39秒3すね、あれちょっと遅くなったか先よりでも全然踏めてます、ね、踏めてますか、今ちょっと最終コーナーちょっと甘かった気がするんだよな、
おお38秒よ更新女子レコード更新したぞここからバイクになります。ここからバイクになります。バイクの方どうぞ。エントリーしとかないと名前エントリーしてこれ今レコード女子レコードです。なんでこんなんでかよいやホームページ載っけときますよもう一回タイム出すんでとりあえず女子レコードなんでとりあえずそうですね、はい、載っけておいて。じゃあ最後にちょっと男子の男子レコード何秒でしたっけ。男子は何秒なんですかね。3秒台入った33秒、はい、あらちょっと厳しいな34秒台に入ればまあほぼすごいすごいですか。しかもこのウェイトハンデがありますからね目標タイム何秒ですか。36秒台です、はい、おお出ますね。随分 ね大きく出ましたね7号車ですか。7号車で入っちゃうんじゃないのこれ。焦った。攻めてる証拠じゃないですか。うん、でもやっぱさっきより気合入って。いいよ使ってる。まとめたい。これちょっといいけどでも37秒だすごい悔しい熱い頑張りましたね帰る前やっと思ったよ記録を切りしないとそうですね36秒台が一番速かったみたいな女性だと負けないわもう一回嫁倒してきますから負けないようにこちらはマシンになりますよ。レンタルカートの 50cc のマシンです。
からバイクになります。バイクの方どうぞ。暑いから入ると裏に水筒があるので、あの水浴びにしてください。お湯ライス。どうしようかな。ティラミスとか。クニームソーダ。クニームソーダ。工具のすごい。男子はすぐ後ろくらい暑いよ。え、2個入ってます。俺の。下に沈没してんじゃん。俺にちょっとあれじゃない、サービス。俺女ずれだから。今クレインガーデンでご飯涼しみにちょっと来たんですけど、さっきの結果、僕がカート4番で35秒350、早すぎる、ね、もうちょっとで35秒切ったらプロ級ですね。プロ級ですね。初めてでこのタイムですよ。そうですね、ちょっと頑張りました。おじさんめっちゃ褒めてくれてましたよね。そうですね、あのカート上のおっちゃん言ってましたね、はい、早いねって言ってました。わかるって言ってました。で、鴨さんが37秒742と。ゴミでした。失礼しました。ゴミでした。最初追っかけてる時に。バッチバチのいい勝負してやれると思ったんですけどね。僅差で負けました。これ、ランキングどのぐらいなんですかね。結構、上位ですかね、はい。ちょっと後で見てみます。体重の差が出るんで、ユタさんとかの体重で、そうっすね、90キロぐらい。で、気温も相当暑いですから、まあちょっと検討したということで、はい、そんな感じです。皆さんぜひ遊びに来ていただいて、そうですね、サーキット盛り上げていただきましょう、はい、めちゃくちゃ面白かったですね、はい、はい、